その道に詳しい人たちの間で、令和の戦艦ヤマトと言われているイージスシステム搭載艦。建造は本当に必要なのでしょうか？なんだか、イージスは諸話計画が再起動なんて声も聞こえてくるようですが、今回は、開示令和戦艦イージスヤマト建造計画白紙か、イージスは諸話計画再び浮上、イージスシステム迫る本当に有利。ついて見ていきましょう。どちらにしても予算は大丈夫なんでしょうかね。それが納税者としては一番心配ですよ。秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージス・アショアですが、地元への説明不足や地盤など様々な問題が発生したため、導入計画中止が2020年6月15日に発表されました。しかし、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー AN、スパイ7とイージスシステムを発注してちぎり済みだったので、これらを活用するため、制約の少ない洋上への転用を決定したのです。キャンセル料を払って、コハさんにした方が安上がりだったのではと思いませんか？洋上への転用については、3つの案が検討されました。1つは、護衛艦への搭載案。2つ目は、チャーターした民間船への搭載案。3つ目は、洋上に、大規模な建造物を構築する海上油田のようなオイルリグ型ということでした。攻撃に対する脆弱性などを重視した結果、護衛艦へ搭載する案が有力になり、2020年12月18日、政府は、新たなミサイル防衛システムの整備等、及びスタンドオフ防衛能力の強化について閣議決定し、AN、スパイ7とイージスシステムを搭載するイージスシステム搭載艦を2隻建造し、海上自衛隊が運用すると決定したのです。防衛省は、2022年8月31日、イージスシステム搭載艦1番艦を、2027年度、令和9年度末に就役させ、翌2028年度、令和10年度末に2番艦を就役させるとして、2023年度、令和5年度予算案の概算要求に、設計費などの関連予算を事項要求として計上しました。12月23日には、エンジン及び VLS の取得費用として、整備費に2208億円も計上しています。イージスシステム搭載艦の設計は、多種多様なミサイルの脅威に臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、稼働率の向上、好転時でも影響を受けにくい対応性、長期任務に耐える艦艇乗組員の居住環境などの改善の他に、迎撃困難として脅威となっている極超音速滑空体 HGV の新型迎撃ミサイルなど、将来開発される見込みの装備品に少し改修しただけで運用可能にする拡張性など、様々な要素を総合的に考慮し、既存のイージス艦と同じレベルの各種戦能力や機動力を保持することとなっています。そのため搭載される装備はかなり多いようですよ。AN、スパイ7とイージスシステム、AWS ベースライン J7B 及びアメリカ海軍が開発した共同航戦能力 CEC が予定されています。主兵装には、艦対空スタンダードミサイル SM3 と弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対処可能な SM6 反撃能力として導入が予定されている1式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だそうです。これらのミサイルを発射する垂直発射装置は200セル以上とされ、この数はアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や中国海軍の南アキラ級駆逐艦を上回り、戦闘艦としては世界最多になるそうです。これらの装備を搭載するために、当初の計画によると、艦体が非常に大きくなることが計画され、空母化改修中の出雲、片護衛艦と同じくらいになることもあって、令和の戦艦ヤマトなどと呼ぶ人もいたそうです。ある軍事ジャーナリストは AN、スパイ7はもともと地上用なので、艦艇に搭載するには大きすぎる。にもかかわらず搭載しようとするので、サイズが巨大化したと指摘していますが、認識が間違っていると反論する人がいます。AN、スパイ7は、派生型として日本向けに開発された AN、スパイ 7V1 ですが、
これは艦載用としても運用できるし、カナダ海軍やスペイン海軍の小型艦に艦載される予定ということです。また、アメリカ海軍でも採用を検討していますから、イージスシステム搭載艦が大きいのはレーダーのせいではないということです。海自制服組からの情報ですが、他の自衛艦艇との連携や共同運用がしにくいという批判があって、当初計画よりは小型化して、機動力を高める方向で検討されているという情報もあるようです。この理由は、イージスシステム搭載艦の最高スピードが18ノットとされているのに、他の護衛艦が30ノット出せるので、一緒の艦隊行動ができないためとみられています。また、ある軍事ジャーナリストは、イージスシステム搭載艦が遠足なので、潜水艦からの攻撃を想定すると単艦行動は難しい。護衛艦と艦隊行動ができないのはデメリットと主張していますが、イージスシステム搭載艦というのは、外洋に出て艦隊行動を取る必要はないのです。日本近海を遊翼したり、基地に係留されたままでも目的を果たせるので、この批判は当たらないと反論されています。さらに、常時1隻を海上で運用するには、ローテーションを考えると、最低3隻は必要。海自構想のように、2隻を日本海に常駐させるには、高額な護衛艦を6隻は建造しなければならない。1艦110名体制で運用すると言われているが、ローテ上最低でも、500名以上の乗員が必要になる。人員不足に悩まされている海自で、乗員を養成、確保は難しいだろうとも述べています。とはいえ、3隻でのローテーションが必要なのは、外洋に出撃する場合で、基地港周辺で運用するのなら、2隻が常時任務につき、1隻がメンテナンス、補給、休養すれば、3隻でローテーションを回せるのです。そして、必要な乗員は330名になるので、マヤ型イージス護衛艦1隻の乗員数とほぼ同じということになります。また、新艦建造に合わせて、乗員の居室を個室にして、居住性の向上を図るとアピールしているが、それは本質からずれているのではとも述べていますが、イージスシステム艦は、他の護衛艦以上に、24時間警戒の長期勤務になるので、乗員のコンディション維持のために必要な措置なのでしょう。海自では、任務が長期間に及ぶ潜水艦についても、乗員の居住性に配慮しています。最新型の太平型では、船配格の、そう、流型よりも居住空間が広く、女性隊員専用の居住スペース確保やシャワー設置など、乗員のコンディション維持が重視されているとのことです。これは、設計が、新しい出雲型護衛艦やもがみ型護衛艦などでも同じです。むしろ、イージスシステム搭載艦を小型化して機動力を高めようとする考え方が、弾道ミサイルの攻撃から国土を守るという本質から外れ、中途半端な艦隊防空用イージス艦をただ増やすだけだという指摘もあるそうです。前述の軍事ジャーナリストの他にも、イージスシステム搭載護衛艦の構想に否定的で、むしろ、イージス・アショアの導入を再検討すべきという意見もあるようです。ある軍事ジャーナリストは、住民の反対運動が起きにくい島嶼部に設置すればよい。航空自衛隊の警戒監視レーダーサイトがある、新潟県佐渡島や山口県萩市沖合の三島などは、有望な候補地ではないか、と主張しているようです。しかし、この二つの島は無人島ではありません。それぞれに住民がいて、生活があります。住民の意思や生活の保障、丁寧な説明と真摯な態度がなければ受け入れられることはないでしょうね。それだけでなく、また、イージスアショア導入の方針に変更すれば、北朝鮮や中国、ロシアなどからの弾道ミサイル攻撃への対応がさらに遅れることになるので、現実的ではないという見方もあるようです。